クレオパトラセレネ2世は、クレオパトラ7世とマルクス・アントニウスの娘。ウ祖父プトレマイオス9世の姉妹かつ妻のクレオパトラ、セレネ1世に対して2世と呼ばれるが、単に、クレオパトラセレネと呼ぶ場合には、この2世を指すことが多い。マウレタニアをユバ2世の日となった。クレオパトラセレネ2世は、紀元前39年に、プトレマイオス朝の女王クレオパトラ7世と、 マルクス・アントニウスの双子の一人として生まれた。双子のもう一人は男子でアレクサンドロス・ヘリオスと名付けられた。セレネとヘリオスはそれぞれギリシア神話の月女神と太陽神にちなんでいる。紀元前34年、アントニウスはアレクサンドリアで行ったアルメニア外戦式典でセレネにキュレナイカを与えた。しかし、紀元前31年に カエサルの後継者をオクタヴィアヌスとアントニウスが戦ったアクティウムの海戦でクレオパトラ・アントニウス連合軍が敗北。翌年、オクタヴィアヌスの軍勢がアレクサンドリアに迫るとクレオパトラとアントニウスは自殺した。この時、イフ系のカエサリオンは捕らえられて処刑された。その後、セレネは二人の兄弟と共にローマに連行されアウグストゥスの姉で、 アントニウスの戦災にあたる小オクタウィアによって養育された。成人したセレネはカエサルに敗れて自殺したヌミディアをユヴァ一世の意地でローマで教育されていたユヴァ二世に嫁いだ。ユヴァ二世は紀元前25年にアウグストゥスによってマウレタニア従属国王とされ、イオルをカエサレアというローマ名の首都とした。ユヴァ二世は ローマ風の教育を受けた大変に教養豊かな王で、ギリシアローマ文化の普及に努めた。二人の間には、男子のプトレマイオス・トロメウスと女子のドルシルラが生まれた。ありがとうございます。